ジキルは、ハートスーッドフィルムズとステージスクリーンプロダクションズが制作し、BBC1 で2007年6月から7月まで放送されたテレビドラマシリーズ。スティーブン・モファットの脚本により、ロバート・ルイス・スティーブンソンの小説、ジキル博士とハイド氏の続編として制作された。ジキルは、イギリスの BBC1 で土曜日夜9時に放送されていた。 ただし、7月7日は、ライブ・アース・チャリティ・ライブが、その時間帯に放送されたため、第4話の放送が、第3話の放送を2週間後になってしまった。BBC アメリカでは、8月4日から、スーパーナチュラル・サタデーの一環として放送された。オーストラリアでは、2008年3月2日から、ABC1 で、毎週2話ずつという形で放送された。カナダでは、 2007年8月末からショーケースで放送された後、2008年3月26日から毎週水曜日夜10時より BBC カナダで放送された。また、2009年2月11日からは、香港の名主題でも11時55分より放送され、同年夏からはオランダの会員制ケーブルチャンネル13スストリートでも放送された。 イギリスで放送される際、土曜日夜9時という時間枠の関係もあって、不適切な言葉を一部差し替えるという事態が起きた。例えば、ハイドのフーザ、ファック・イズ・ミスター・ハイドというセリフは、フーザ・ヘル・イズ・ミスター・ハイドに差し替えられた。なお、日本では、ワウワウで、字幕版が放送され、DVD も字幕版のみ収録された。いずれも吹き替え版は存在しない。 ステージスクリーンプロダクションズのジェフリー・テイラーは、1990年代、半ばから現代版、ジー・キル博士とハイドシンを作りたいと考えていた。彼はそれをアメリカで3度試みたが、様々な理由で失敗した。プロデューサーのエレイン・キャメロンが、テイラーに超自然的なスリラー作品を作らないかと持ちかけた際、彼はそれを受け入れ、アメリカ合衆国西海岸からイングランドに戻り、 ハートスウッドフィルムズに参加した。それからキャメロンは、プロデューサーのスティーブン・モファットにスクリプトを打診する形で接触し、2005年11月には、BBC のジェーン・トランターとジョニー・オークの二人によって、全6話のミニシリーズとして制作されることが決定した。翌年2006年3月には、BBC アメリカが共同制作の契約を結んだ。プロデューサーたちは、 定期的に、モファットが開催したブレインストーミングに参加した。キャメロンの助手がやりとりをメモし、それを皆で読み再び話し合うというやり方だった。プロデューサーたちは、モファットに、後で内容を整理するから、何でも書いてほしいと頼み込んだ。しかし、書き留めたメモを読んで整理するという作業ははかどるものではなかった。第1話の時点で、主人公であるジャックマンは、 自分の中にある、もう一人の自分の存在について認識している。このようにキャラクターが発展した状態から話が、始まったため、ジャックマンを演じたジェームズ・ネズビットは、第2シーズンから話が始まっているように感じたと、振り返っている。モファットは、この番組を単なる、G、ジーキル博士とハイド氏のドラマ化としてではなく、続編として描いている。ゆえに、番組の世界において、 ジーキル博士は実在の人物として描かれており、主人公であるジャックマンは現代において同じ悩みを抱える子孫として描かれている。ジーキル博士とハイド氏というフレーズはありふれたものであり、モファットは番組のタイトルをつけるのに苦労したが、ジーキル博士と言ったらハイド氏が連想されやすいため、番組名はジキルに決まった。なお、 最終話の番組の現代は、ジーキル・ウィズ・ハイドとなった。プロデューサーのエレイン・キャメロンは一語の番組名は、シリーズをより現代的なものに見せていると話している。モファットは、当初主人公の名前をジーキルのままにしようかと考えていたが、番組中でなぜ、G、ジーキル博士とハイド氏の書籍が存在しないかという、ことを説明するのが難しいと分かったため、 本の存在を説明する代わりに、主人公の名前をジャックマンに変更した。また、キャメロンは、ジャックマンがハイドと化した時、彼は何が起こっているかを理解できないために、彼がとぼけた存在に見えてしまったと感じていた。最終話においてトムとキャサリンの中は、少しずつ深まっていき、モファットは、第2シーズンでその絆を発展させるつもりだったが、2011年、 現在、第2シーズンの話は上がっていない。2007年8月に行われた、ザ・スター・レジャーのアラン・セピンウォールとのインタビューにおいて、モファットは、この番組の続編のアイデアが出来上がっており、BBC が興味を示してくれるだろうと話した。なお、次期放送終了後、スティーブン・モファットは、シャーロックというテレビドラマの共同脚本の担当者の一人に、入っている。 ジキル同様、このミニシリーズも、歴史上の架空の人物が21世紀の現代に生きるという内容である。看護師キャサリンを演じたミシェル・ライアンは、実際に、英国王立精神医学会の指導を受けた上で、演技を行った2006年にマーフィーズローの放送を、控えていたジェームズ・ネスビットと彼のエージェントは、2005年後半、ジェーン・トランターと会議を行った。 会議の終盤、トランターは、ジキルのスクリプトを渡し、もしこの役が気に入ったら教えてほしいと話した。ネスビットは、マーフィーズローの仕事が済んでから答えを出したいと話した。2005年12月12日に、ネスビットが、ジャックマン、ハイドを演じることが決まったと発表されたが、 ドラマの収録が始まったのは2006年9月からで、その間ネスビットはその役を演じる楽しみを膨らませていた。脚本家、スティーブン・モファットは、二面性のある役は熟練した。俳優でないと難しく、よく知られた俳優を採用する必要がありそうなると、制作費が大きくなると話した。ハイドが人目を引かずに堂々と外を歩けるという設定になっているため、 制作人は、大掛かりなメイキャップではなく、ネスビットが演技に変化をつけることによって、二つの、キャラクターの差別化を図った。2006年8月、ザさんは、メロドラマ、イーストエンターズで W、ゾーイスレーターを演じてきたことで知られていた、ミシェル・ライアンが、ジー・キル博士のセクシーな助手である、キャサリン役を演じることを報道した。ライアンはこの役を演じるには、 若すぎると自分で考えていたが、脚本には、彼女の容姿に関する描写もあった。役作りのために、ライアンは、英国王立精神医学会に取材した。なおライアンは、主人公の妻との差別化を図るべく、髪を赤く染めた。また、ピーター・サイムを演じるデニス・ローソンも大学院生で、ある息子にサイムの職業について取材した。ジーナ・ベルマンは、 当初キャサリン役でオーディションを受けたが、キャサリン役と主人公の妻の年齢差がないとキャサリンが、その人妻にとって脅威になってしまう危険性があるため、キャサリン役はもっと若い女優がふさわしいと説得され、主人公の妻クレア役のオーディションを受けた。ベルマンに関して、当初もファットは、彼が以前手掛けた、シットコム。 カップリングでベルマンが演じたジェーン・クリスティーの印象が強すぎたため役に合うかどうか不安に思っていた。彼はキャラクターは実際のベルマンほど美しいとは考えていなかったが、ベルマンがオーディションを受けた時彼はキャラクターに関する考えを変たった。ベルマンはミドルエイジクライシスに陥った主人公トムに巻き込まれた妻を演じてみせ、プロデューサーを あっと言わせ、採用されるに至った。ミランダを演じたミイラ・サヤルは、ミランダがステレオタイプが勝った探偵ではなく、彼女のユーモアが新鮮であると語っている。第2回目の撮影時、重要な脇役であるロバート・ルイス・スティーブンソンを演じるマーク・ゲーティスが一時撮影に加わった。この他にも、ベンジャミン・レノックスをパターソン・ジョセフが演じ、ミス・アタスンをリンダ・マーローが演じた。 物語で大きな役割を果たすクレイミアンド、アタソン社の社屋には、サリー州、チャートシーにある、エレクトロニックアーツのヨーロッパ本部の社屋が使われた。その番組は3話ずつ2部に分けて撮影が行われた。前半の3話は、ダグラス・マッキノンが担当し、後半の3話を、マット・リプシーが担当した。毎日ネスビットに、ハイドのメイキャップを施すのに1時間かかった。 メイキャップの手順は、まず、ヘアピースで、前髪の生え際を下げ、次に、顎、美、耳たぶに装具をつけるというものだったが、それに加えてネスビットはハイドに、うつろな感じを与えるため、黒いコンタクトレンズを装着した。何度も話し合った結果、プロデューサーたちは、ハイドが、いきなり現れる様子を、黒い目のまばたきで表現することに決めた。 目のイメージについての描写は撮影で指示あったが台本上では特に描写はなかった2006年9月から撮影が開始されたこの時撮影されたのは第2話よりベンジャミンのチームが主人公トムの息子エディをライオンの檻に囮とりとして入れて彼を追い詰めハイドを目覚めさせてしまう場面だったプロダクション終盤でその場面を描いていたモファットは ハイドの殺しの本能とライオンの本能を対比させたかったと考えていた。なお、その場面を撮影した場所は、チッピングノートンにあるヒースロップ動物園という個人が所有する動物園で、運営者のジムクラブは、アメージング・アニマルズというテレビや映画に出演させるために動物を訓練する会社の経営者でもある。番組内で重要な役割を果たすクレイン アタスンシャワー、サリー州、チャートシャアーにある、ノーマン・フォスターがデザインした建物が用いられた。この建物は撮影当時、エレクトロニックアーツがヨーロッパ本社として使っていた。ヘンリー・オンテムズ郊外やボグノア、レギス郊外の広大な田舎町は、闘争の場面や、改装の場面で用いられた。グロスターシャーにある廃校になった、男子校や、双方のウォーダーストリートにある、 ハマーハウスが第6話の撮影に使われた。2006年12月20日に撮影が終了した。スケジュールは複雑な制作にとってはきついものだった。制作夫人はそれぞれのエピソードを撮影するのに12日もかかり、監督のマッキノンはプロジェクトにとって大きな障害だったと振り返った。ドラマに必要な分は大体収録したが、 第6話の撮影分が20分ほど長かった。マット・リプシーは、制作人が、その20分をカットしようかどうか大いに悩んだことと、後に振り返っている。リプシーは、脚本家のモファットが編集の段階で完璧だと思わなかったことを評価し、余分な部分をカットしたいという気持ちは、残すべきかどうかの議論になった際、彼が真剣に考えた上で答えを出すことに、 なったのだろうと考えたと振り返った。番組内の音楽は、デビー・ワイズマンが作曲し、うち18曲はオーケストラである。また、一部楽曲には、女性の声が重要な存在となることをほのめかすために、ヘイリー・ウェステンラのボーカルが用いられた。このシリーズは、ジェームズ・ネスビット演じるジキルの子孫・トム・ジャックマンが、主人公である。現代を生きる、彼は、 邪悪な存在に変身しがちになり、現代のテクノロジーを用いて、もう一人の自分を監視し、平和的な共存関係を築いていたが、自分たちが100年前にあった秘密組織の重要人物だと知った時に関係が変わってしまう。主演のジェームズ・ネスビットは、第65回ゴールデングローブ賞主演団優勝にノミネートされた。 覚醒暴走監禁発端脱出集結タイムズのジェームズ・ジャクソンは第1話に5つ星中4つ星という評価をつけジェームズ・ネスビットの演技をドクター風の敵よりも面白いまでに度を超えており恐怖感をも感じさせると評し伏線の張り巡らされたプロットは他の本案作とは違ったストーリーラインを作り上げたと称賛したデイリー・テレグラフのスティーブン・パイルは この番組のストーリーを、ハマーホラーなのか表金なユーモアなのかはっきりしにくく、下品な笑いにも展示かねない。と評し、ハイドの重力を無視したいたずらや、ミシェル・ライアンをモデルと間違えた場面についても、批判したが、同じく、デイリー・トレグラフのジェームズ・ウォルトンは、第1話を綿密なタッチで描かれた良い作品と、評した。ディビドトークのデビッド・コーネリアスは、全六話分。 どれとして無駄はなく今年放送されたテレビ番組の中で最も面白かったと簡潔に述べた上でこの番組を褒めちぎった。オーストラリア放送協会は2008年のラインアップ上にあるこの番組を現代風にアレンジされたこの怪奇古典番組はあなたをゾッとさせつつももっと見たいと興味をそそらせるでしょう。そしてジェームズ・ネスビットは新たなる。 ジーキル博士とハイド氏として目立つでしょうと紹介した。そして、ジェームズ・ネスビットは、ゴールデングローブ賞主演団優勝にノミネートされ、パターソン・ジョゼフも2008年度のスクリーンアワードにノミネートされた。TV ガイド・フォー・フェブラリー11。シャンジャン・デイリン。2012年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月10日閲覧。 abcd e-mofit, スティーブン g-kill dvd オーディオコメンタリー4エピソード1コンテンダーエンターテイメント abcd fghi, g-kill, ザ・テルリトールドフィーチャレットオン g-kill dvd コンテンダーホームエンターテイメントハットプロダクションインタビューズ b b c プレスス、オフィ h t t p コロンスラッシュ、スラッシュ、w w w b b c c o u k スラッシュ pressoffice スラッシュ p r e s s r e l e s e s スラッシュストーリーズスラッシュ2007スラッシュ05名23ジキルアザー SHTML2007 年7月28日閲覧 スタッフライター、BBC1 アップデーツ、ジーキルハイド。ブロードキャストハットデンプシー、ジョン、ハイド、パークスアット BBC。バラエティー、http コロンスラッシュスラッシュ www. バラエティ .com スラッシュアーティクルスラッシュ VR1117940582.html? カテゴリードイコール 19&。 CS イコール12007年7月28日、閲覧。モフト、スティーブン、ジーキル。 b h i n d t h e s c e n e s b b c c o u k http://www.bbc.co.uk コロンススララッッシシュュスラッシュ mediaselector スラッシュチェックスラッシュドラマスラッシュ時キルスラッシュ realmedia スラッシュバックステージサイズイコール 16xq&bgc イコール000000 アンド NBWM イコール1アンド BBWM イコール1アンド N ブラムイコール1アンドブブラムイコール 1ABCDE ベリルバーチューマットリプシーアンドジーナベルマン G キル DVD オーディオコメンタリー4エピソード1コンテンダーエンターテイメント ABLN キャメロン G キル DVD オーディオコメンタリー4エピソード1コンテンダーエンターテイメントセパンウォール アラン、ライターブリングズ、A ノベルツイスト 2A ファミリアテール。ザ・スター・レジャー、P37 ハット AB ・ネスビット、ジェームズ・アン、インタビューウィズ、G ・キル・スター、ジェームズ・ネスビット BBC ・アメリカ、オリジナルの2007年9月27日時点における、アーカイブ。 h t t p s w a v e a r c h i v e o r g w a v e 2 0 0 7 0 9 2 7 0 0 4 2 3 1 h t t p w w w b b c a m e r i c a c o m c o n t e n t 2 6 0 n e s b i t j s p h a r d j a m e s n e s b 2 s t a r in g k i b b c プレスス、オフィ h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w b b c c o u k スラッシュ pressoffice スラッシュ presrelease s Office, s スラッシュストーリーズスラッシュ2005スラッシュ12ディセンバー13ジキル shtml 2007年7月28日閲覧 スティーブン・アン・インタビュー・ウィズ・ジー・キル・ライター・スティーブン・モフィト・ BBC ・アメリカ・オリジナルの2008年10月28日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20081028164426/http:/www.bbcamerica.com/content/260/moffat2.jsp.abcd steven moffto ln キャメロン ダグラス・メキンゲン、G キル DVD、オーディオ・コメンタリー4エピソード1。コンテンダー・エンターテイメント、姉さん。サラ、ゾーイズ・ G キルプライド。ザ・サン・ハット・ AB、ミシェル・ライアン・プレイズ・キャサリン・ライマ、BBC プレスオフィス。 http://www.bbc.co.uk コロンススララッッシシュュスラッシュ pressoffice スラッシュ presrelesees スラッシュストーリーズスラッシュ2007スラッシュ05名23ジキルライアン shtml 2007年7月28日閲覧ドニローソンプレーズピーターサイム b b c プレスオフィス、h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.co.uk スラッシュ pressoffice スラッシュ presrelese s、so、pre s スラッシュストーリーズスラッシュ2007スラッシュ05名23ジキルローソン SHTML2007 年7月28日閲覧ジーナベルマンプレーズ クレール・ジャックマン、BBC プレスオフィス、http コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.co.uk スラッシュ presoffice s スラッシュ p r e s r e r e s e s スラッシュストーリーズスラッシュ2007スラッシュ05名23ジキルベルマン SHTML2007 年7月28日閲覧 モフィト、スティーブン、アン、インタビューウイズ、ジーキルクリエイタースティーブン・モフィト、BBC アメリカ、http コロンスラッシュスラッシュ www.bbcamerica.com スラッシュコンテントスラッシュニロークレー、スラッシュ Mofet.jsp ハット、メーラシアルプレイズミランダ。 b b c プレスス、オフィ h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w b b c c o u k スラッシュ pressoffice スラッシュ p r e s s r e l e s e s スラッシュストーリーズスラッシュ2007スラッシュ05名23ジキルシアル SHTML2007 年7月28日閲覧マークゲーティスジョインズ ジェームズ・ネス・ビットイン・ BBC ・ワンズ・ジー・キル、BBC ・プレス・オフィス、http コロンスラッシュ www.bbc.co.uk スラッシュ presoffice s スラッシュ presrelesees スラッシュストリーズスラッシュ2006スラッシュ11のオベンバー。 16, ジキル SHTML 2007年7月28日閲覧ーキルキャストリスト。BBC プレスオフィス2010年4月24日閲覧。A.B. ロッハホヤー、ダフネ、デイオブザ・ジーキル。 The Times, h t t p e n t e r t a i n m e n ト t i m e s o n l i n e c o u k スラッシュトールスラッシュアーツエンターテインメント TV& ラジオアーティクル 1926482EACE2007 年7月28日閲覧 ABC Anatomy of A Scene G-Kill DVD コンテンダーホームエンターテイメントハットジーキルエピソード2 BBC 2010年4月22日閲覧エレクトロニックアーツヨーロピアンヘッドクォーターズチュールツィサリーフォスターパートナーズ2009年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年11月13日閲覧プレスリリースジーキル ハートスウッドフィルムズオリジナルの2007年7月15日時点におけるアーカイブ h t t p w s w a v e a r c h i v e o r g w a v e 2 0 0 7 0 7 1 5 0 5 5 3 3 5 h t t p w w w h a r t s w o d f i l m s c o u k n e w s p r e s s スジキルさ3 h t m l 2 0 0 7年7月28日、閲覧ジャクソン。Jackson ジェームズ、ウィークエンド t v ザタイムズ、HTTP コロンスラッシュスラッシュエンターテインメント .timesonline.co.uk スラッシュトールスラッシュアーツエンターテインメント .TV& ラジオ。アーティクル194万9 5 5イース2007年7月28日閲覧。タイル、スティーブン、イントゥーザダークワールドオブセラピーバイ TV。 ザテレグラフ、h t t p コロン、スラッシュ、スラッシュ、w w w t e l e g r a p h c o u k スラッシュアーツスラッシュメイン .jhtml, xml イコールアーツ2007-06-23ノースプリットブブテレビパイル23 xml2007 年7月28日閲覧ウォルトン、ジェームズザ・ウィークエンドオンテレビジョン ザ・テレグラフ、h t t p コロン、スラッシュ、スラッシュ、w w w t e l e g r a p h c o u k スラッシュアーツスラッシュメイン .jhtml, xml イコールアーツ2007-06-18ノースプリット bvtv 18ラスト xml 2007年7月28日閲覧。コーネリアス、デビッド、レビュー、ジーキル。 DVD トーク2009年11月16日閲覧グリーンリズ ABCTV ニューコンテント420082007年12月3日閲覧ネスビットアップ4ゴールデングローブアワード BBC news, news. b b c ニュース、h t t p コロンスラッシュスラッシュ news.bbc.co.uk スラッシュ1スラッシュハイスラッシュノーザンアイルランド 7144658stm 2009年8月10日閲覧スクリーンネーション20082010年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年8月10日閲覧ありがとうございます